皆さん、こんばんは。えー、キックオフぶりの方が多いかなと思うんですけれども、改めまして、本日、ちょっと講義をさせていただきます。岡野谷智香です。よろしくお願いします。イエーイ。<laughs> はい、えっ、ー、と、私がですね、ちょっとまず簡単に自己紹介なんですけれども、あのまあ、会社員として働きながら、YouTube とか TikTok とかであの、シンガーとしてあの動画を。 投稿してんかあの TikTok でハモリの動画とかを見たことがある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、ハモリカラオケっていう動画を上げてたりとかあのもしかしたら私の YouTube 見てもらえたらあこの動画見たことあったわっていう人もいるかもしれないんですけれどもはいそんな感じで活動しておりますで今日あの実はついさっき山口県に到着しまして今は山口のホテルで つないでるんですけれどもあの実は明日からすみかさんっていうすみかっていうバンドのねあのもう結構ラバーズだったりとかフィクションとかね「ヒラリヒラリとか有名だと思うんですけどの,あのサポートコーラスとして全国ツアー一緒に回らせていただくことになっておりまして今山口県にいます。でなんかすみかさんとの出会いとかもこのハモリカラオケの動画だったり実は。 していていスミカさんがまあハモリカラオケの,その動画を、ね、見てくれてあのぜひコーラス入ってくれませんかって声かけてもらったっていうのもあったのですごくこういう発信することでこうなんだろう広がる可能性みたいなことが結構あるなって思っていて個人的には今日はなんかそういうことも交えてそんな経験もちょっと交えながらあの皆さんと一緒にお話できたらなと思っております。 はい、じゃあ次のページお願いします。あ、えっと、過去のね、ちょっと Vlog 動画、なんとなく見てもらって、あ、こんな感じかって見てもらえたらなと思うんですけども、うん、前に富士急で、富士急ハイランドでライブした時に、車でみんなで行ったんですけど、その様子をちょっと Vlog に撮った動画を上げてまして、ぜひちょっと、自己紹介があったら、あ、音だ。I

こんな感じでちょっとごめんなさい、動画回ってる時に喋っちゃってあれだったんですけど、これ全部あ、コメントもありがとうございます。そうなんですよ、これ、YouTube 見てくださってる千恵さんありがとうございます。そう、パワーショット V10 で撮ってて、車でほんと高速であの、高速乗ってて、自分たちの耳では結構うるさいなと思いながら歌ってたんですけど、全然ノイズ入ってなくて。 結構音すごいなって、音の性能がすごいなって思いながら、あの、出ました。しかもなんかあんまブレてないですもんね、全然。あの、手ブレもして、手ブレというか、つけてたんですけど、三脚に。全然ブレてなくて、すごいいいなと思ったんですけど、まあ、ちょっとこんな感じで、まあ私はシンガーでもあるので、こう歌と組み合わせたような Vlog を投稿していたりしております。ということで、ちょっと自己紹介タイムでした。はい、次お願いします。はい、あ、コメント。 ありがとうございます。社内豪華すぎる。いつもこんな感じです、みんな。あの、アカペラをやってるんで、本当に楽器なくて、みんな、こう、の、人が乗ってるだけなんですけど、音楽が、なんか、なってる、常になってるみたいな感じの社内になっております。<laughs> はい、<laughs> というわけで、今日は、まあ、テーマ、セルフブランディングってなってるんですけれども、まあ、あの、 結構自分が Vlog を編集してみて、まあ、皆さんここに参加されている方々は、みんな編集もね、多分自分でやってると思うんですけど、結構大変じゃないですか。長尺の編集で、やっぱり自分で撮ってるからこそこだわりたいポイントもすごくたくさんあって、あの、結構大変だと思うんですけど、まあ、せっかくやっぱり、 あの編集するんだったらたくさんの人に見てもらいたいよねっていうことであの、どんなところで工夫したらいろんな人に見てもらえるんだろうっていうのをちょっとみんなで考えていく会にできたらなと思っております。はい。じゃあ次お願いします。あそうですね。なんで、あのまあ、私がそもそも、まあ、ちょっとバックグラウンドじゃないんですけど、自分が診察で広告代理店に入ってプランナーをしてたっていうところもあって、結構なんか いいものとか、自分の好きなこととかを、こう、よりこう、人にいいように伝えるにはどうしたらいいのかなっていうのを考えるのが、もともとすごい好きで、なんかそれもあって、こう、自分の YouTube 始めるときも、じゃあ、自分っていう、こう、商材を、のこう魅力とかを含めて、こう、どういうふうに人に発信したら、よりいい、いいなって思ってもらえるのかな、みたいなのを結構考えながら、まあ、戦略的にって言ったら硬いんですけど、YouTube をやってたりしてて、 なので、なんか、そんな、まあ、工夫というか、まあ、あの企画とか発信するときに自分が意識してるとことかを私もシェアしつつ、今日参加してくださってる皆様も、絶対多分、あの、ここ、例えばこういうとこ工夫したら、前より動画めっちゃ見てもらえたんだよねとか、コメントもらえたんだよねとか、あの、なんかおすすめで出てきた、最近見た動画のこういうとこ、めっちゃ、 良かったんだよね、超印象残ってんだよね、みたいな、なんかそういうエッセンスをこうみんなでこうかき集めて、いろいろ、もうみんなでシェアしまくって、いいリファレンスをね、こうシェアしまくってあの、キャノンのパーショット V10 の動画がこうより見てもらえるようにっていうところね、そんな会にできたらと思っております。なんでぜひぜひ、そういえばって思い出した瞬間でいいんで、ぜひチャットに流してもらえたら嬉しいです。ではでは。 お時間もないので、さっ、さっと行きましょう。はい。じゃ次のページお願いします。え、なんかバグって。あ、来た来た来た。はい。まあ早速なんですけど、まあ固定のフォーマットを作ろうっていうところで、あの、まあ、この投稿の人といえばみたいなものを作るっていうのが、こういろんな人に見てもらえるこう数字が伸びやすいっていうのだと、一番 早い何か,か私で言うと、まあ、このハモリカラオケっていう動画を上げていて、まあ、簡単に言うと男女2人で両方がハモリパートを歌いますで見てる皆さんがメインの,あのボーカルを歌ってくださいそしたら楽曲が完成しますみたいなあの人間カラオケみたいな感じなんですけど、まあ、こういう動画を結構自分は3本あじゃあ4本かな 4本パン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 って上げて、最初の1本はまあそんなに伸びなかったんですけど、4本上げたらいきなり4本目がめちゃくちゃ伸びて、そこから前のその過去の3本もバーって一気に伸びて、で、その後上げてった同じハモリカラオケの動画がどんどん平均再生数が上がっていくっていう感じだったんですけど、なんかそういうこう、フォーマット化することって結構いいなというか大事だなって思ったりしてます。なんか最近あの、 ス介さんがあのオーストラリアに行かれてると思うんですけどあの、リールを上げてて、なんか留学何日目みたいなリールを上げてるんですよ、1日目、2日目みたいな感じで。ああいうのもすごいいいフォーマットだなと思ってて、なんか、なんだろう、ちょっと絞られてるというか、オーストラリア興味ある人は絶対見るし、こう自分が留学してる人とか、留学したい人とかも絶対見るし、こうただただオーストラリア Vlog でするより、やっぱ留学何日目とかって言われた方が。 こう見たくなるじゃないですか。だし、その、二日目見たら絶対一日目見たくなるみたいな。なんかそういう結構フォーマット化するっていうのは、私的にはあの一番こう伸びにつながりやすいんじゃないかなと思っております。はい、次お願いします。なんか正直、その私がやってるハモリカロッケっていう動画も、海外でめちゃくちゃバズってた動画、同じような動画があって、それをちょっと日本に持ってきたら面白いんじゃないかなっていうことで、やり始めた動画だったので、 私もなんか普段から、まあ、半分趣味なんですけど、あの、いろんなショート動画とかを結構インプットしてる時間が多くて、あの、まあ、そういうインプットを増やしましょうっていうところも結構大事なところかなと思っています。じゃあ次のページお願いします。で、その自分の話でいくと、まあ、海外でそういうハモリの動画が流行っていました。で、じゃあ自分たちでそれをやってみようっていうときに、なんかちょっとだけ工夫したのが、 まあ、いつも一緒に歌ってる相方の男の子がいるんですけど、2人ともまあ元々アカテラをやってて、結構ハモりが得意なタイプだったんで、あのただこう綺麗なハモりというより、ちょっとみんながつられちゃうみたいな、ちょっと難しいハモりにしよう、自分たちが得意だから、あのそういう,こう動画にしようって言って、若干アレンジを加えたんですよ。で、まあ、この資料にある通り、元の動画、まあ、あの 元の動画と,あと自分たちのそういうちょっと得意なところっていうのを組み合わせて動画のオリジナリティがこう生まれたのかなと思っていて本当になんかうん新しいこう自分のスタイルを作らなきゃって思うと結構な,んか,なかなかハードルが高いなって思うんですけど意外とそんなこともなくあの、まあ、得意技って帰ってるとちょっと。 ハードル高く感じるかもしれないけど、なんか本当に自分の好きなこととかを組み合わせるだけで、だいぶ印象が変わって見えるので、ぜひぜひちょっとそういうのをトライしてみてもらいたいなと思います。次、お願いします。はい。実践編というところで、実際じゃあどういうふうにね、動画を作っていくのかっていうところのお話なんですけれども、あ次お願いします。 徐々に変わっていってみる私が重たいのかなあ、来ました来ました。はい。まあちょっとね、さっきも話したんですけど、まあ自分が持ってるもので、最大の引きが作れるもの、まあ好きなことですね。自分が好きなこととこう組み合わせるっていうところが、一番オリジナリティがまあ溢れ,れる動画になるっていうところがあるので、まあ本当に、結構私が苦手なとこではあるんですけど、なんかやるならちゃんとやりたいみたいなところで、 すごいなんか出だしが遅くなるみたいなこれちょっとあるあるじゃないですかなんか共感する人ぜひなんかチャットください <laughs> なんかねやっぱこだわりたいっていうところもあってあのすごいね一歩目が遅くなっちゃうんですけどああすごいめっちゃ共感の嵐がありがとうございますそうなんです下書きにたまってくわかれ下書きめっちゃたまってきますよねなんですけどまあ結構その私がまあホワカラオケの動画出した時は もうなんか納得はしてなかったんですよ。なんかもうちょっと自分盛りたかったなとかって思いながら、あの、までもちょっとあげるかみたいな、せっかく撮ったし、とか言って、あげたら、まあその動画がこうどんどん伸びていったみたいなとこもあったんで、まうまずはやっぱ、始めること、発信することが大事だなと。なんかその後のブラッシュアップなんていかようにもできるから、まずは投稿することが大事だなと。もう今の自分にも、ちょっと向けて、資料に書かせていただきました。ということで、<laughs> はい、次のページお願いします。 はい、でさっきね、あのインプットを増やすっていう話をしたんですけど、ちょっと自分的にもあの参考にしているリールっていうのがあって、さっきね、まあ、得意技を掛け合わせるって言ったんですけど、得意技って言っても結構、それこそハードル高く感じちゃうと思うから、もっと全然多分簡単なことでよくて、あのまあ、どういうことを掛け合わせたら素敵に見えるのかっていうところをちょっと解,解説じゃないですけど。 したいなと思ってます今ね、ここにちょっと5つ例を挙げさせてもらってて、一番左からちょっとしょ軽く紹介していくと、一番左はあの夫婦コーデですね。多分韓国人カップルだったかなかなんかなんですけど、まあ多分夫婦でファッションが好きっていう得,得意技というかですね。で、2人のコーデがこう絶妙にリンクしてて、すごいおしゃれで、再生がもうめちゃくちゃ回ってるっていう動画になります。で、その隣が、 えっと、この人は結構撮り方がユニークで、あの、普通はまあ正面とかから撮るじゃないですか。だけど、めちゃくちゃ上から撮ってるんですよ。で、まあ多分おしゃれなのもあるし、あの、ファッションも好きっていうのもあるから、まあそういうちょっと撮り方のテクニックとあの、自分のおしゃれさみたいなのを掛け合わせてる動画で、これもね、めっちゃ回ってます。で、その隣が、この人は、あの、ソニーの社員さんで、カメラ、まあカメラマンさんなんですけど、 まあそもそもあの動画がうまい、あの写真が綺麗っていうところはもちろん特技としてありつつ、この動画と最近流行ってる曲をうまく組み合わせて結構シネマチックにこう撮ってるリールなんですね。ぜひぜひ後で見てもらいたいんですけどで、それがめちゃくちゃバズってるという感じです。その隣の横ピちゃん、あ、今あれですね。多分チャットにどんどん貼ってってもらってると思うんですけど、その隣の横ピちゃんは、 うんと、なんかいろんなこう、身近なものとか、自分が買ったものとかをこう紹介してるんですけど、ま,あ、まずこの、なんだろう、リールを見た時に、フィードの統一感すごいみたいな。あの、もう見て、あの、すごいシリーズ感が、まあ、それこそフォーマット感がすごく整ってて、で、どの動画もすごく平均の再生数が高い。上に、この人すごく声が可愛らしくて、で、必ず最初に、 あの、9月自分が購入したものみたいなことを当てレコしてるんですよ。もうそれがものすごく可愛くて、私的にはそこがやっぱ結構癖になってるポイントなんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ例えば声とかもね、それこそ得意技というか、に含まれるんじゃないかなと思ってます。で、最後、一番右の人は、えっ、ー、とですね。 まあ、お部屋がまずめちゃめちゃおしゃれなんですけど、この黄色の絨毯、ちょっとね、リール見たらわかるんですけど、この黄色の絨毯がめちゃくちゃ印象的で、だからもう多分ね、こういうことでもいいと思うんですよ。なんかあの、例えば自分がオレンジが好きだったら、一番動画の印象的なところに言うと、オレンジを置くとかでもいいと思うし、Vlog だったら、例えばフレームをつけて、フレームがオレンジ。 オレンジが好きだだかからっていいいううそれだけででもいいと思うんんすよなんか視覚的なやっぱ印象に残ることってすごく大事だなと思っててこの人とかやっぱ人に紹介するとき黄色のさ絨毯の人めっちゃおしゃれだよねってやっぱ言いやすいじゃないですかなんかそういうポイントはすごく参考になるなと思いながら個人的には見ておりましたということでちょっと弾丸で紹介しちゃったんですけどぜひ今チャットの方にインスタの URL 貼ってもらってるので皆さんも見てみてくださいそして あのここにいる皆さんもぜひぜひ、なんか、今ね、ここ結構 Vlog じゃないものをあげてたんですけど、Vlog とかでもね、参考になるなって思ってる人とか、自分が好きなこ、こう、リールあげてる人とかいたら、ぜひぜひシェアしてください。みんなで、どんどんインプット増やしていきましょう。ということで。じゃあ、次のページ、お願いします。あわった。 可、はい弾丸で喋ってるんですけれども。まあ私は結構そのさっき最初にね。皆さんに見てもらった vlog の通り、まあ、歌が得意技というか <laughs> でもあるので、まあ、旅とこう歌とかをね。掛け合わせた vlog を投稿してみました。あの、ちょっと今ね企んでるのが、まあこのそのさっき見てもらった動画を youtube で長編だったんですけど、もっと短編であの旅ログのこう。ショートリールに。 こう自分が歌ってる生の歌をこう添えて、なんか当てれっじゃないんだけど、添えてこう動画を上げるっていうのをちょっとやってみたいなと思ってて、今動画までは撮れたんで、ちょっと当てれコして近日中にリールを上げようと思ってるので、ぜひ皆さん見かけたらいいねしてください。<laughs> とか、なんかそういうやっぱ自分の、まあ、好きなものとかを組み合わせて、どん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 、こう、臆せず上げていこうっていうことですね。 はい、で次のページお願いしますちょっと、まあ、自分の例が多かったのでなんか私が思うなんかこんなこととかできるよねみたいな話を例で書いてみたんですけど例えば、まあ、ファッションが好きな人多分いるじゃないですかなんか旅と組み合わせるとみたいなところでよくあるなんかフェスコーデを紹介している動画とかはすごく回っててサマソニーコーデとかなんかロッキンコーデとか。 結構最近ね、そういう動画がよく見られてると思うんですけど、なんか多分、普通の今日のコーデ紹介ってするより、サマソニーコーデって言われた方が気になるんですよ。やっぱちょっと絞ってて。か例えば自分が旅に行くときも、どこに行くの例えばですけど、気仙沼コーデみたいな。<laughs> どんなコーデになるのみたいな。気になるからワンクリックするじゃないですか。でもなんかそういう、こうちょっとキュッと絞って、旅先をイメージしたスタイリングの紹介をするっていう。 何が気仙沼なんだってツッコミのコメントがあってもいいと思うんですけど、なんかそういう、こう、組み合わせもありなのかなとか。まああと、ちょっと気仙沼だとイメージは聞きづらいかもしれないんですけど、例えばなんか京都コーデとかでちょっと和風なテイストが入ってる服を着るとかね。なんかそういうこともできたりするのかなとか。あと、まあ宮古島とかでさ、青の服、青をトーンにした、こう、ファッションコーデを紹介するとか。 まあファッションコーデというか、まあ、旅とこう組み合わせながらいろんな旅の旅先で自分の服を紹介するみたいなこととかあるのかなとか、あとは、なんかこう、自分がこうデートのプランとか結構得意だよとかっていう人が、もしいたら、なんかこう、横浜デート1日密着みたいな感じにして、旅ログなんまあ横浜だとちょっと近いか、まあでもいいか、そう <laughs> 旅ログなんだけど、例えばもう集合時間から、1時どこどこ集合。 何時、どこどこで行く、何時、何とか行くみたいな。もうそのリールを見たら、そのままその旅行できちゃう、そのデートできちゃうみたいな、なんかそういうのを旅ログであげるとか。横浜じゃなくて、どこですかねどこがいいですかねなんかおすすめのとこあったら教えてください。<laughs> なんかそういうのをあげるとか。まあ、例えばなんですけど、本当なんかそういうものと掛け合わせるのは、あの、いい子あるかなと思って、例であげさせていただきました。 はい、あロッキンコーデ見ましたって言ってる。あそうそうそう、結構、気仙沼コーデにしたらよかったです。そうなんですよ、なんか、あの、やっぱね、ちょっと絞るだけで人って、んえって気になるんですよね。気仙沼コーデとか絶対動画被らないですもんね、本当に。<laughs> デートしたいですよちょっとすみません、なんか、そう、そうですね。<laughs> でも私はデート先って言って、なんか横浜とかいう、めちゃくちゃ定番なとこしか思いつかなかったんですけれど。<laughs> はい。ありがとうございます。無理に言う <laughs> と大丈夫です。<laughs> 恐縮です。<laughs> はい。というわけで、えーと、ちょっと時間がね、すみませんあの、過ぎてきているんですが、あの金谷友香によるアンバサダーさんの得意技プロデュースという、ちょっと大層な名前をつけていただいてしまっているんですが。 実際ちょっと今日参加してあのいる方々で、あのなんか例えばこう今日の話を聞いてなんかど、俺だったらどういう動画できるかなみたいな,なんか興味を持ってくれた人というか <laughs> を、を募集させていただき、私がちょっと。あの 思っても考えるというちょっとなんか生意気ですねなんかごめ <laughs> なんですけどぜひぜひあのちょっとみんなで考えていけたらいいなと思ってるのでなんか希望者の方がいたらまあのプロデュースまでいかなくてもいいんですけどお悩み相談でも大丈夫です <laughs> ぜひぜひやりたいよっていう人がいたら一緒にやりましょうあのザキさんが一番早かったのであ<ら>ザキさん あ、こんにちは。こんにちは。絶賛悩んでるので、あら相談したくて、ご相談しました。ちなみに、今の Vlog ス, <laughs> ステータスはどんな感じですかいや、なんか素材は取ったけどみたいな感じなんですけど、<laughs> うん、特に方向性が決まってないんで、その素材もなんか正しいのかどういいのかどうかわかんないみたいな。ああ。 賢いタイプですね。ね考えすぎちゃってみたいな。<laughs> やばいっす。はい。賢くないんですけど、やばいっす。<laughs> いやいやいや、ちなみになかどんな。どこに行った時の素材を取ったんですか。何をした時のこう。旅の様子だったんですか。最近だと、本当に沖縄昨日まで行ってて。うん、沖縄、本当に久しぶりに行ったんで、それを取ったんですけど。取ったって感じですね。一人で。あ、一人じゃないです。 友達とあパートナーと一緒に撮って行ってーパートナーは顔出し NG なんですか顔出し NG ですね <laughs> ちなみにまあちょっとつるっとあの今日の話を聞いてみてまあ得意技とかまあ自分が好きなこととかちょっと詳しいこととか一見別に旅とつながんなくてもいいんでなんかありますか。 それなんですよねそれがなんなん、まあ、パートナーとかで見てもそれこそ <laughs> なんか考えるときに多分もう一旦伸びるとか何も考えなくてよくて自分がまあだから本当、まあ、旅行旅行だとな旅行旅行になっちゃうからあれなんですけど例えばめっちゃ食べ物好きとか食べるの大好きとかうん食べるのは 量は食えますね。<laughs> え質は質はそんなに質は分かんないっす。<laughs> お酒飲むの好きとかないですかお酒めっちゃ弱いっす。<laughs> じゃあなんか、あまあ食べるのそんな好きじゃなかったらなんですけど、なんかお酒を一切、お酒を一滴も飲まないあの旅ログみたいな感じにして、旅ログ飯みたいな感じにして、うん、食べ物だけ。はいはい にフォーカスしてなんかた,ただただたぶんシレポみたいになっちゃうと一般的だからあえてこう自分がお酒弱いみたいなとこを生かして一滴も飲めない人のこう夜の過ごし方<ー>旅の夜の過ごし方みたいなとか<ー>なんかいい、ね、そういう切り口とかどうですかねちょっとすいません今メモでコメント打っちゃいました。 めちゃくちゃいいなと思いましたなんかあの多分そういうまあそうですね、うん、まあやっぱ旅の夜って、まあ、定番ちゃじゃないかもしれないけどまあでも大体なんかお酒飲みながら過ごしたりもするじゃないですかうん,、うん、なんかあえてそこをあのもう飲まずにノンアルで楽しめるみたいなあいいですね筋トレやってるんですか あ筋トレ、趣味でやってます。めちゃめちゃいいじゃないですか。なんかやっぱ最初に一滴も飲めないとか、なんか、なんて言うんでしたっけあの、アルコール飲めない人のこと。ゲラじゃなくて飲むみたいなん。ゲコ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 だ。ゲ <laughs> コ旅みたいな。<laughs> ああ。んか, <laughs> か、なんかあんま見ないから、なんかいいかも。結構私もなんか、あの、 彼女とデートするときにちょっと自分がお酒飲めないからどういう夜を過ごしたらいいか分かんないっていう相談を受けたことあるんですよ。で、私が相談を受けたことあるってことは世の中にめっちゃ同じ考える人いるじゃないですか。なんかお酒飲まずにも夜を楽しみたいみたいな人絶対いるから、なんかそういう人が楽しめるような切り口で自分の旅を切り取るみたいなのはちょっと1個あるかもしれないですね。あ下校ってこうやって書くんだ。 えー、ゲコ旅、ゲコ旅なんか <laughs>、いいっすね。ゲコ旅めっちゃいいっすね。うん。なんかとかですかね。でもなんか、うん、全然それじゃなくてもいいんですけど、うん、考え方の思考回路はちょっと今、伝わってたら嬉しいなっていうふうに思います。<laughs> いや、プロデュースの本当に流れが今参考になりました。うん、セルフプロデュースします。ぜひ。 あなんか大体、私は、えっと、5、五回上げます。フォーマットを試したいときは。5回上げて、改善しながら、ご、うん、あの、パート5まで作って、同じようなもので。で、うんうん、全く伸びなかったら、あの、アイディアを変えるんで、ちょっと、まあ、これじゃなくても、一回もし、フォーマット、これでいこうっていうのが、考えついたら、ぜひ5回上げてみてください。ご投稿。ご投稿。 はい。まあ今、1投稿でもめっちゃハードルあると思うんですけど、うんうん、ちょっとじゃ宿題にしましょうか。この <laughs>、このミートアップ経て、あの、そうですね。5多いんで、ちょっと3宿題にしましょうか。3で。はい。ぜひちょっと上げてみてください。そしたら、じゃ例えば下校で上げたら多分、下校仲間集まってくると思うんですよ。うんうんうん。そしたらもう、下校仲間で行く下校旅ログできますね。できますね。<laughs> とかなんかあのでもなんか結構そういうことあって私、うん、Vlog でではないんですけどその歌の動画とか上げてるとやっぱ歌の歌が好きなお友達がとつながりができたりとかももちろんするし何ん、うん、かそういうその何かにちょっとフォーカスしてるとそれが好きな人たちとどんどんつながっていけて一緒にコラボ動画撮ったりとかでコラボ動画撮ったらまたいろんな人に。 見てもらえたりとか、なんかそういうことがすごく自分は多くて、さっきの、まあ、すみかさんも多分、まあ、ちょっとクラスがね、違いますけど、あのこう発信したことで、仲間がどんどん増えていくみたいなことは、すごく自分は、もう、めちゃめちゃ、それで生きてるぐらいの感じなのでうん、うん、<laughs> ぜひぜひ、なんか、結構フレを作っていってください。<laughs> ありがとうございます。結構 YouTuber になります。 では次に進んでいきましょうか。岡根谷さん固まってます<え>かね。じゃあ次のスライドに勝手に行きます。じゃあ岡谷さんの代わりに、えー、こちらですね、<laughs> Vlog の岡根谷さんが魅力的に思うところを。 僕の方から共有したいいなと思います、えー、まず一つ目が、とにかく漏れることということをいただいてます。であの美肌モードで撮ったときに、すごい美肌いいよっていうところがあって、あのそう皆さん見ましたかあの宮古島の動画。その中で、えっと、美肌モードの肌漏れがすごいとか、あのパーシと V10 のなんかいいなと思っていただいたところは、すごいポイントとしてまとめていただいているので、そちらをご覧いただくとすごいいいかなと思います。 でもう一点が、えー、広角と、えー、高画質が撮影できるというところ。僕はあの大人数でいることが多いということもあるので、まあ、そういったところが嬉しいポイントとしてね、いただいております。岡田さんあの、ここは説明終えました。すいません。<laughs> はい。あの、多分ホテルの Wi-Fi が弱くて、大変失礼しました。うね、もう、どもいいこっちではい。ちょっと一個だけ言ってもいいですかで どうぞ <laughs> あの、あ、でも、そう、書いてあるかあ。そう、なんか、その、私がさっき、あの、まあ、見てもらったブログ撮ったときに、なんか、本当に、まあ、GoPro と PowerShotV10 で撮ってたんですけど、マジで、肌の見え方が違くて <laughs>、なんか、本当に感動したっていうところだけ、ちょっとお伝えさせてもらえたらと思いました <laughs>。なんか、ありがとうございます。 いいいい絵を使いたいですよ、ね、あとあそうだ石垣島行った時もなんか肌の色だけじゃなくてそのカラグレしなくてもいいのがめちゃくちゃ良かったなって思いましたなんか私何も触ってなくて石垣 Vlog の時色をなんでもう本当にすごいこう自然で麗なカラーだったから全然編集しなくてよくてすごい良かったなと思いましたというところを伝えさせていただきます。 最後にとといいうことで、はい、あこではあれかあそうですねまあ結構さっきまで喋ってたことと重複するんですけど、まあ、本当に発信していくことであのすごく自分の活動の幅が広がって新しいこう世界が見えてきたっていうところが本当にあるのでまあ私は今回このアンバサダーやらせてもらって Vlog はちょっと初体験ではあったんですけれども あのなかなかね、しかもこう素材を撮影して、それを投稿するっていうところね、こだわるからこそこうハードルが高いっていうところはも、私もすごくあの分かるなって感じなんですが、ちょっと今日の話も踏まえて、ぜひぜひ発信すること、まず発信することっていうのを大事にね、一緒に楽しい Vlog を撮りましょうということで、11月の撮影会も私、参加させていただくので、ぜひみんなであの楽しい Vlog を撮りましょう。今日はありがとうございました